はい、えー、時刻は8時30分になりました。えー、雫未来の風島未来記かなりやっぱりあの今月,、まあ 10, 月31えー、10月31日ですね。今日はハロウィンですけども、実際はあの、えー、土,土曜日、日曜日、えー、昨日、一昨日ですね、いろんな小学校の本当にちっちゃな子供さんとかが。 あの対立を組んでもう思い思いの格好でハロウィンパレードやってましたね。今日はあのちょっと大きな生徒さん、小学生、中学生かな、高校生かな、かなり大きな生徒さんが4、5人でちょあのチラチラ歩かれてまして、ちょっとなんか寂しい感じはしましたけど、やっぱそれぞれの年代のね、ハロウィンがえこの3日間、本当に行えたレアようでね、素晴らしいなと思います。えー、それでは始めたいと思います、オープニングから。 はい。えー、皆様、改めまして、こんばんは。しずみ未来です。10月31日。えー、10月も、ね、もうね、最後の月曜日になりました。えー、13回目ですね、えー。1日1回だけ台風でお休みになった日がありますので、8月から始まったこの番組も、ようやく13回目ですね。えーまあ、今、あのー、このオープニングで、いつもさ田まさしさんの山体という曲をかけてますけども、 この中に流れている、まあ、いわゆる不思議な時間,時間感覚といいますか、風の感覚といいますか、これが僕はすごく好きで、このイントロから始まりにかけて、この、まあ、風島未来期という一つの自分の心の中にあるですね、ものを、えー、表現したい、する、まあ、番組の一つのテーマソング、テーマ曲として使わせていただいています、えー。この番組は、えー、79.7MHzF 右のワンのオープンスタジオより、 名前が出てこないえクリエイティブウィングプランですね失礼しましたえのオフィスクリエイティブウィングプランとそれからえ何人かの方のお名前出したんですけどちょっと購入許可がなかなか得られないのでえ方のご協力でえお送りしています今日もねえ少しだけですけどお付き合いいただきたいと思います はい、えー、皆様改めまして、こんばんは、雫未来です。えー、雫未来の風島未来記ですね、えー。毎回ですね、本当にあの、まあ、いろんな、あのー、神話伝説も含めて、本当に、えー、歴史的な、もしかしたら歴史の中では、あの、ちゃんとまともに評価されていないものの方が多いかもしれません。だけど、まあ、あの、この時間軸、 僕らが生きている時間軸このせん、えー、2016年という時間軸をずっとどん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 遡っていく僕らの人生ってのは本当に70年とか80年長い人でも100年ちょっとですけどもその時間軸をずっと遡っていくと一体どういうふうな歴史があってどういうふうな人々が住んでどういうふうな生活になりどういうふうなものが起きていたのかということをですねあの、まあ、実際は誰も知ることはできないですね。 でまあまあ、それだからというわけではないんですけどもこの沖縄という島が、まあ、琉球という名前で呼ばれている1372年もうこれはもう本当に耳にタコができるようにねいつも申し上げてますけど1372年という時間軸を始まりとして、まあ、歴史的には沖縄は琉球という名前をいただいたというか島、まあ、からもらったというふうになってますけども実は今 沖縄は、まあ、琉球独立とか言われてます。もうこ,こちらの話にはあんま触れたくはちょっとあんまりないんですけども、まあ、番組としてはですね、まあ土人、土人発言問題とかで結構騒いでますけども、言いたいことはいっぱいありますが、まあ、この番組はそういった観点ではなくてですね、実は沖縄は琉球という名前をもらう前から沖縄だった。まあ、名前はもちろん沖縄という、あこ、まあ、縄とかいろんな名前が。 残ってますけどもそういったものではない沖縄沖縄というこの島の流れもちろん人々のどん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 遡ってお父さんおじいさん聖地さんどんどん登っていくと必ず今それぞれの人が生きているこの人生の時間軸は必ずずっと遡ってものすごいまあこの時間の川がどこまで,どこで遡れるか分かりませんけどもこの遡るんですね でこの「遡る時間軸を」を、まあ、仮に1372年を一つの基軸にした時に沖縄はそれ以前も沖縄であった僕はもっと素晴らしい沖縄であったというふうに感じています。その思いで始めたこの「風島未来期沖縄は琉球ではないなかったという、まあ、非常に乱暴な 沖縄の地元で生まれた方にとってみれば何をおっしゃるかというね感本でもあるんでしょうけどただ僕は本当に沖縄を守りたいというか、まあ、非常に一人の人間として沖縄に来ることができて沖縄で本当に暮らさせていただいて沖縄のいろんな恩恵沖縄の素晴らしい方たちのいろんな愛情とかねいろんな思いとかをいただいて沖縄の自然風光明美なものを全部いただいてそしてその中でやっぱり沖縄を守るために何が。 一人の人間としてできるのかということを考えてこの番組を始めました。ですから、まあ、商店街というか、まあ、ある種、知り滅裂というか、言いたい方が言ってます。まあ、それはあの、ご勘弁いただきたいとは思うんですけど、ただ、全く嘘を言ってるわけではありません。必ずそこに、えー、出してくるいろんな、まあ、キーワードなり、えー、断片的な。 歴史ななりり神話なりというのはどだからそれをあの僕なりに解釈してお伝えしてますのでその辺はまあご了承いただきたいと思いますで先週ですね「二来家内」という話をまあ中心にいたしました二来家内の,の話はもうや,やればやるほど遡っていけばいくほどですねなかなかこれはもう見えなくなっていくんですけど実はあの先週二来家内の話に、えー、まあ踏まえて「仮眠中」 まあ、沖縄ではユタという名前で呼ばれてることの方が多いと思いますが仮眠,眠中の女性とお会いしたという話をちょっとだけさせていただきましたで、まあ、その話をずっと調子に乗ってやってたらですね一番伝えたかったその狙い家内のお話をちょっと抜けてしまって放送が終わった後に「あしまった!」と思ったんですけども それをちょっと最初にお伝えしてから、まあ始めたいと思います。で、えー、まあ、依頼行かないという伝説が沖縄に残ってますよね。で、これはもう本当にあの伝説としてしか残ってない。まあ、海の底の遥かなる。母なる都母なる国海の名前、カナダのという言い方といのをそこのという言い方と両方ありますけどもでですね。 この唯一、まあ、僕はちょっとこれはある方から教えていただいてはいるんですがその竹富島という島がありますねこれをい石垣島の石垣島からちょっと離れた船で何分かで行くとこですかねこの竹富島の中にですね唯一二来家内のまあ痕跡であるというふうに認定してもいいものが残ってますでこれはあの竹富島のニ、えーラン浜 とというところにあるニーラン,石ニーランまあカタカナのニーランカミイニーラン岩ともまあ言いますけどもこのニーランという言葉が実はニライカナイという言葉のまあ名残ではないかまあこれももちろん言う人ありそうじゃないという人ありもちろんそれは誰にもわからないかもしれませんこう時間の中で風化して本当にもう原型をとどめてないただ単にこう本当にこうなんていうか かすかなものだけが残っているんですけどこのニーラン神石というなどう言ったらいいんですか船着き場みたいな船,船着き場の船を止めるような、まあ、岩というか石ですねですから、まあ、そういったものがあ唯一竹富島に、まあ、ニーラン浜というところにこれはあの、まあ、あ地元の人それ観光客で行った方たちはほとんど知らなくてそういうまああのー SNS いろんなインターネットとかで出すと、まあ、写真も出てくるし知ってる人は知ってるだけどまあ知らない人の方が多分9割以上だというふうに言われているんですけどもそういう知らないあのその場所にニーラン・カミイシというです、ね、岩があるとですから、まあ、これがその唯一ニライ・カナイという沖縄に残っている一つの痕跡ニライ・カナイというのをまあ あらすというか、忍ぶというかですね、思い起こす痕跡じゃないかというふうに言われています。まあ、この話をね、実は先週したいと思ってたんですけど、その仮眠中のお話にどんどんどんなっていってしまって、自分の経験談をお話ししてるうちに、30分番組なんですけど、あっという間に時間が終わってしまいまして、残念だったなと思って、今日ちょっと忘れないうちにね、まずニーラン仮眠史の話をしたいと思いました。それでまあ今日はですね、え、ー まあえー、といわゆる与那国島に海底遺跡というのがありますね。でこの与那国島にある海底遺跡と非常に類似した海底遺跡が日本の本州の中にもう1か所あると言われてます。でこれは出雲ですね島島根半島 島根県ですね、まあ、ここも一つの神々のいろんな伝説とか、まあ、出雲大社という大きなお宮さんがありますけれどもそういう神四の時代のいろんな神話伝説が残ってますであの、まあ、お国主の巫女というあの、まあ、富の神というか福の神というか、まあ、そういったあの大きな袋をね抱えてこうニコニコ布袋様のような顔をして帽子をかぶってらっしゃるお この伝説自体も実はまあこれアジアの方にも同じ伝説がある同じようなですね伝説があるという話もあるしまあこれはいずれまた違うところで話をできればいいなと思いますが今日ですねお話するのはあの与那国島の海底遺跡ですねでこれは1986年でしたかねにあの発見されたんですけどいまあ、未だにその 人工それが人工でできたのかそれが自然でできたのか波とか水の作用によってできたのかという論争が続いてまして結果的に結論は出ておりませんだから海底遺跡という形として現実には 250m×130 だったかなかなり広い範囲でいろんな造形の石が残ってますねでこの造形の石が残っているこれに対して えー、自然の風とか水が水海の、ね、波が浸食して作ったんだという人があり琉球、まああまあ、大学の木村教授とかはそういったそうじゃなくてこれは過去の文明のねまあ一傑の一丁とムーという国というムーという大陸があったその名残だとその文明だというふうに言われてますけども、まあ、ムーというその国を引っ張り出してくるとさっきの「にら行かない」という。 その沖縄の伝説とですねかなりその符号が共通するものがあってこれはえなかなか証明はもちろんできませんけどもただこの海の中にこういうものが存在しているというのは事実であります。でそれと同じようにこの出雲のですねえ日御岬というところですね島根半島のまあ西の端というふうに言われてますけどもそこにもやはりあのそういった非常に沖縄の と似てる沖縄その与那国と似てるそれからも沖縄の近海に近海といいますかねまあ例えば久高島であるとかそういった沖縄の中で残ってる神話伝説に共通するものが出雲の方にもあるというふうに言われてますで同じように出雲の方もその海底遺跡、まあ、ダイビングスポットというふうに言われてますが与那国は結構海流がね強いのでかなりそのダ,イダイビングとしてはかなり深い位置に 意味する場所的にはすると思うんですけど出雲の方は意外とダイビングスポットとして有名ではありますね、まあ、ちょっと言葉の意味ははっきりしませんけどもこの出雲の方は佐渡ヶ瀬とかボングイとか呼ばれる岩があるというふうに言われてます。まあ、これは えー、この表,表現というか、まあ、人によって違うのかもしれませんけども人工的に掘られた階段とか参道とかですね祭祀神様の祭り事をするような跡が、ね、確認されているでこれはあ,ある説によるとその沖,縄です、ね、沖縄県の南城市にあるいわゆる西波タ岳ですか。 セファウタキにすごく何て,て言いますか三角形のこうちょっと通り道みたいな一番奥の方にありますよね岩と岩をこう重ね合わせたようなそういった同じようなものがありますしそれからまあオミカ神の神話日本の神話ですね、えー、一番最初の神海とか国づくりの神話に、えー、よく似た神話がセファウタキにも残ってるというふうに言われてます。 これは同じようにですねですからあの、まあに、いろんな説があるんですけどその地盤沈下をしていわゆる普通の陸地が海にポンと落ちて、えー、沈んだという話よりも海面上昇して、えー、水位が上がってです、ね、自然に水没していったんじゃないかという説の方がどうも今は強いみたいですね。ですから、まあ、日本列島 はあのこれもいろんな、えー、考古学等,等で言うと、まあ、1万年ぐらいの間に津波があったりとか例えば桜島もそうだしそれから機械島ですね奄、えー、美大島からずっと行ってくるところにあ機械島も大噴火したという説が6,000年から7,000年ぐらい前にあるそうでそれによって火山灰であの九州が埋まってしまったというような話もこれは え考古学的歴史学的ですかねでもかなりの信憑性のあるものとして残ってて日本は結構いろんなあの、まあ、津波によってほろ一度滅びたとかそういった火山のと滅びたとかいろんな説があるんですねだから日本に残ってるういろんな遺跡この海底遺跡も含めてですけどやはり、えー、一般的に今のね社会とかで言われているようなその縄文式の えー、弥生式で原始人がいてというような流れとは違うものがやっぱりあったというふうに考える方がごく自然ですね。あの猿があ四つん這いの猿がだんだん二足歩行になって人間に変わっていったというふうに考える方がやっぱりすごく違和感がありますね。だから、まあ、これはにあの日本だけではなくて世界中の文明を見てもやっぱり王ーーツというふうに言われている本来あるべきでないその時系列の中では絶対にない。 あってはならないものが存在していたその遺跡とかま発掘物なんかを見るとというのがありますけども、そういったあのものがやっぱりこの沖縄とそれから出雲の中にある、非常に共通したものがですねあるというふうにえ言われてます。もうこれはあのいわゆる歴史歴史というか誰かが勝手に考えたということよりもその前提としてそういう遺まあ、遺跡物が残っているということをですねえまず中心において。 まあそうまあ、もちろんそこからどういうふうに考えるのかっていうのは、まあ、学者さんの頭の使い方によってもどんどん変わっていくとは思うんですけどねだけどまあ僕はその沖縄この風島、えー、本当に風の吹く素晴らしいこの島は昔から何千年も前からもしかしたらもっと前からこの島は本当に尊い歴史的な始まり日本にとっての始まりとしてあったんではないかなというふうに思いますのでねその辺のところは 何と、まあ、いうか、えー、確定といいますか自分の中ではそういうふうにしていきたいなというふうに思います。 はい、えー、あっという間に時間がなくなってしまいました、えー、と今日は、まあ、本当にねたくさんいろんな話をしたいと思うんですけども、えー、あ,とあとちゃんさんありがとうございます本当に沖縄大好きということで僕もね沖縄に生まれたわけではなくて沖縄に来て13年目ですけども本当に大好きですこの沖縄大事にしたいしこの沖縄の未来を開きたいなと思ってたった一人ですけどこういう「雫未来」という名前でひと雫の 言葉を未来に向けて発したいという意味を込めて「く未来」という、まあ、ペンネームといいますかラジオ名ムで始めさせていただきました「しずく未来の風島沖縄」本当にね、えー、時間がどんどんなくなってしまってもあと3分ほどで終わってしまいますけども今この,あの最後のエンディングでかけてる佐田まさしさんの あ先ほどねすいません「飛び梅」という曲もう昔の曲で知らない方の方が多いかもしれませんがあの九州の福岡太宰府天満宮というね菅原道種公のこうお,お祭りしたお宮さんでと飛び梅という非常に有名な梅,が梅の木があるんですけどもその を題材にししたた歌を書きさせていただきましたでこの今お送りしているエンディングこれさだまさんと同じくさだまささんのこの時代の声がねすごく透明感が好きで、えー、なかなか他の曲に行けなくてこの,このアルバムをずっと「うつろい」というアルバムの中からいろんな曲をその都度お送りしてますけどこれはあの本当に夕日あの本当に大海原の、ね、夕日がこう見える。 お日様が沈んでいく情景がすごく思い浮かぶんですけども実は先ほどあのお話した出雲大社のです出雲のですねその、えー、日の岬一、えー、日二、えー、日,日の日という字に、えー、おおですね、えー、おったら魚という字ですかねあのたた、えー、丁寧なところまでお使いますそれに、まあ、先山辺の先という日の岬、えー、神社という神社はですねこれはあの夕日の神様なんですね。 でまあ、朝日の神様いわゆる伊勢神宮の朝日の神様と対になっていると言われていて非常にここももう昔から神代の時代からな、ね、優勝正しい、えー、おみえさんですので、まあ、いろんな伝説等が残ってます、まあ、今日はその,その中にある島根半島にあるです、ね、出雲のそういった、えー、海底遺跡の話海底遺跡とそれから与那国の海底遺跡の類似点の話をちょっとだけさせていただきました。 まあ、あの沖縄がですね、まあ、この番組いつも冒頭、最初でも最後でも申し上げてますけども沖縄は琉球という言葉は僕もすごく好きなんですけどただ、この琉球は今、琉球であるがゆえに、えー、日本ではなくてシナのものでシナが取り返すみたいな、シナって中国ですね、取り返すみたいな話も言われてますので僕は絶対そういうことを沖縄でさせるわけにはいかんということでですねこの沖縄は琉球という名前がつく1372年から。 以前から日本でであったといいう話をいろんな形でしております今日も短くなって終わってしまいますけどもどうかですね寒くなりました風をねひかないようにお過ごしくださいねまた来週ですね本当に引き続き未来風島未来期お送りしていきますのでよろしくお願いします本当今日も今夜も短い時間でしたがあとチャンさんありがとうございましたまたよろしくお願いします